ここ出てきますよね。はい、そこに当てます。オッケー、当たった。この距離食らうんだ。オッケーで、ダウン。強っ。マスギ人間、オウ。どうも皆さん、こんにちは、プリッツです。ということで、今回も第五人格やっていくんですけど、今回はサバイバーじゃなくてハンター側をやりたいと思います。漢字がちょっとね、難しくて読めないんですけどね。この人ね、ちょっと今回使っていくんですけど、でこいつどういうスキル持ったハンターなのかっていうところなんですけど、デッドバイデイライトでいうなんかハントレスみたいな動きができる人で、ハントレスの場合だとこう5個の斧を持ってて、その斧をサバイバーに当てることで攻撃ができるんですけど、こいつの場合はなんかなんだろうな、こう槍みたいな槍じゃないけど、なんかこう投げつけるんですよ。とにかくなんかこうバーって、でそれがサバイバーに当たった場合、自分のとこまでこうバーって引き寄せることができて、で引き寄せてから攻撃ができるっていう、まあ、ちょっと面白いスキルを持ってるんですけど、ハントレスと一緒でうまく使えば板を無効化することができるんですよね。でさらにこいつの強いところが、一定の数サバイバーを攻撃することで、その直線に投げる遠距離攻撃がサバイバーに当たった時点でまずダメージが1回入るんですよね。でプラスダメージが入った状態で自分の方に引きつけて殴ってダウンさせることができるので、使い方によってはマジでめちゃくちゃ強いんですよね。はい、ということで、まあ、今から実際にランク戦で使っていきたいと思います。ちょっとね、ランク戦でハンターやるの初めてだからね、不安なんですけど、まあ、頑張ってやっていきたいと思います。でね、庭師が2人いるんでね、ちょっとね椅子がなくならないかちょっと心配なんですけど、まあ、庭師狙いでやっていきたいと思います。まあ、とりあえずね、最初は2回殴らないとスキルもね何も使えないので、まずはね最初は普通に探していきたいと思います、サバイバーを。あ、落としてる。あ、いたいたいた。オッケー。あ、石か。はい、まず1発目。あともう1発だ。あともう1発殴れば俺はスキルが使えるんだ。オッケー。2人いるね。石か。おあ、庭師か。オッケーオッケーオッケー。で遠距離攻撃溜まってるんで、ぐるぐる回る。こう、あー、オッケー。え、できた？できてない。あー、できてなかったんだ。オッケー。待って待って待って。えい、にょにょにょ。ありますね。全然椅子破壊できてねえじゃねえかおめえらよ。それでもランク戦か、おい。よいしょ。よし、ここら辺からバンバン使っていきましょう。遠距離攻撃、こっからが本番だ。オッケー、一さんいた。難しいからちょっと、あー、外した。くそ。でこれね、言ってなかったんだけど、サバイバーに当たらずに壁とかに当たった場合はそこまで移動できるんですよね、素早く。板狙ってるね。オッケー、破壊しまして、助けられるかな。オッケー、溜まった。いやー、押せなかった。そう、板使ってくれ、見せどころだから俺の。当たれ。オッケー、これ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 で、あー、外した。ちょっと待って、今の外したので、でかい。オッケー。で今ので存在感がマックスになったんで、さっきの遠距離攻撃でダメージが入るようになりましたね。反対側か、反対側か。クソ、あ、いた。オッケー、当たった。ナイス。今のは、遠距離攻撃でダメージ入れましたね。椅子がない、そこか。あ、ちょっと待って、さっきの庭師死んでるやん。オッケー、この石さん抜いたらあと2人。この人はまだ1回目の人かな。1回目の人か。オッケー、あと2人だ。まだ暗号機もあんまり進んでないぞ。いい感じだ。いましたね、いますね、そこに。よし、コンボ技使ってやろうじゃないか。これでまず1発目でダウン。オッケー、これですね。今のこの1回の攻撃でもうダウンまで持っていけるっていうところがマジで強すぎるんですよね。椅子がない、うん、だが椅子がないというこの事態、結構椅子がね破壊されるとマジ厄介なんだよ。これ多分逃げられるよね。できるだけ近づいて、まあこれは仕方ないね。そっちか。オッケー、オッケー、いけた。オッケー、石逃がされたけど、まあまあまあ。この人1回目ね。オッケー、いい試合になったんじゃないですかこれは。あ、いた、石さんいました。あざまる。多分あれ使うから、ここ当たって、オッケー、ヒットでからの、あー、くそ、これ外すんだよな。後ろに逃げられるとね、引きつけた後が難しくて、割と。
壊しまして、まあでも今のでね一応ダメージ入ってるんで、あと一発ですね。あ、庭師死ぬんじゃね、あの人出るか。待て待て待て、オーケー、2発目もいけた、ナイス。で庭師も死んでるからあと1人だ。いいぞいいぞいいぞ、マジで順調すぎる。あと1人、いやほんと強いんだよなこのコンボ、当たれば多分あと1人。あでもこれハッチが怖いな、ハッチ怖いな。どうしようこれ、ハッチ探しに、あ今音、あーそこか、オッケーオッケーオッケー。自分から場所を伝えてくれるとは本当に優しいやつだ。これ多分カラスついてるんじゃないかな、ここ出てきますよね。はい、そこに当てます。オッケー、当たった。この距離食らうんだ、オッケーで、ダウン、強っ。いい、あの距離食らうんだ、絶対外したと思ったけど、いけましたね。この一人で終わりだ。いやーやっぱ強いわこのハンター。オッケー、あざっす、おつっぷりでーす。はい、ということで、まあ、本当に使い方によっちゃね、マジで強いハンターだと思うんで、まあ、一回ね、試しに使ってみてください。ということでね、トナカイでした。